はい、どうも、はい、どうも、ミスターワンダです。お願いします。ミスターワンダですって言っていいのかわかんない。ルームゴルフ。ルームゴルフ。頑張っていきましょう。ついつい我々も練習しましょう。ルームゴルフ、はいはい、なんですけども、はい、今日は、うん、まあ、この4人をね、が集まって、ちょっと今練習してたんですけど、うん、まあ、ちょっとドラコンっていうのをちょっとやろうかなと。おいいじゃん。ドライビングコンテスト。はい。そこからは多分やります。そこからもうわかんないです、僕は。ドラコンやろうと思って。ドライビングコンテストっていう略なんですけど、はい、誰が一番飛んだかを競う競技。はい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 。名前だけ聞いたら競技。絶対絶対面白いだろう。実際コース回ってても、1日前半後半1回ずつあるんですけど、うん、とにかく飛んだもん勝ち。普段のスコアとは別で、単純にそれだけを競うっていうのが、ここにもうすごい飛ばしそうな2人が今日いますから。やばいよね、ドンキみたいな。飛ばすってのは真ん中の道行動。本当はフェアウェイ、本当はフェアウェイにないといけないんですけど、今日はラフでも OK、 OB じゃなかったら大丈夫ということで。はい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 。ちょっととりあえずやってみます。1人3回、1人3回で一番いいやつを使えるで、 OB はその3回のうち入る。 3OB はどう？三振ってこと？帰宅で。帰宅？かわいそう。かわいそうすぎない？ OB はなしで、はい、距離を競うと。やりましょう。よっしゃ。よし、じゃあ頑張りましょう。よっしゃ。ちょっと僕からいきますわ。ケーキ爪魂。爪魂ってなんか性格悪そうだもん。爪がいるから。いやいやいや、よろしくお願いします。こびるみたいな感じ。こびるから、こびるから俺。ああな、爪だから。爪魂うまいかな。いや、ちょ、やりづらい。やりづらいな、こう振りかぶった時うまいかな。いきますよ。はい。おー、いった、きれい。おそうですね、転がっていくのがランで、ノーバンド目がキャリーって言うんですけど、でも本当キャリーがもっと伸びた方が。そうですね、ありがとう。移動すればキャリーに伸びる。バンドを上げるためにはやっぱりフォローをしっかり取る。フォローをしっかり取って、あと顔を残す。顔を残す、しっかり前を大きく出す。前髪のライン揃いすぎでしょ。キャリーが出てより飛ぶようになる。キャリーでも綺麗なスイングなんで、基本はその通りで。で、忍者でバンバン。お、バンド上がりました。バンド上がったけど、あ、でもさっきのちょっと、あー、身長ぐらいかな。そうだね、135。俺次のが俺の身長にしよう。あ、それ次の、何それ。いい、いいよ、次のお前の身長ってことでいいよ。公式でいい、いいよ、公式本命とか言って。ほんとにいい、言ったら今撮ってます。僕の身長出ますよ、今から。ほんとな、お前言ったからな。分かった分かった。逆とかさ、 OB だった場合どうする？ない、ない、身長ない、存在しない。ああ、おおおおお、何センチになる？当たってる、これは。でかい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 。よっしゃ。基本前。格闘家じゃん。格闘技出れるじゃん、年末ぐらいの。すごい色物って。2メーターなんだ。これからゴルフやるってやつ。練習でこんな出てない、ね、すごいすごい。で、2メーター超えね。2メーター超えじゃないや。それお前の身長だった。200ヤード言ったな、お前。身長207ヤードでもいいしね。ってことはあってなるよね。うん、違うわ。じゃあいいね、水溜りの流れでが3番目で。そうね、その方がなんか富さん2番目で。僕でも207ヤード出るって考えるよね。確かにね。もう2人はパンタの2倍は力あるから俺も。じゃあ400ヤード。414。身長は170ぐらい。170ぐらいだけど、身長はね結構負けてるけど、力は2倍ぐらいあるって考えた時、414ヤードいかないとおかしいからな。整えました、握り方。整えましたか。握り方整えました。じゃあお願いします、総理。うわー、いった、これやばい。これいったでしょ。ちょっとめっちゃいった。マジ？え、だってもう落ちたじゃん。キャリーで神田さん超え。ほら、おほら、おい、200？ 29。おー、すごい。130センチ。身長競ってねえから。いや、ちょっと俺練習でも出なかったようなやつ。よかったよかった。持ってる男。あと2発打てるって考えたら、だからあれでしょ、マンブリン。マンブリンあります。マンブリン、マンブリン、フルスイングで。うなほどトミーどうなのっていうのもちょっとあるし。確かにな。なんかプレッシャー、すごくプレッシャー。それは違う。あ、お隣さんへ。お隣さんへ。ファー、フェアウェイ。フェアウェイ。217。力入れれば飛ぶってもんじゃなくて、力抜いた方が飛ぶんですよ、ね、逆に。実はね、実はこれは違うんだな。飛んではいますけどね。いや、いいでしょ、いいでしょ。でも200、一発目が素晴らしい。いや、一発目が。いや、これ超えらんないんじゃない。頑張るじゃん。ダホ、頑張ります。
カツさんはやばいですよ。僕一緒に回ったことあるんですけど、本当にスライスしながら260ぐらい回したの。運次第まっすぐ行ったらとんでもないです。得意要素もあるけど、ただ一つ言いたいのが、さっき練習しすぎたっていう。そう、もうだいぶバレてるんですよ。お隣だけで暑かったもん。スピードが違うね。素振りの音が身長いい。何今の。まだ2球あるからね。お、しかも100のやつ当てたからね。そういうエンターテインメントが必要だから。またまたまた。ナオさんトミーさんもともと力があるんで、もう一切力入れなくていいし。あ、逆にね。逆にやっぱ入れちゃうんだよな。結局入っちゃう。ほら、また行った。また行っちゃった。ほら。練習の時の思い出しましょう。もう一回。もう一回行きましょう。俺は認めないけど。なお前。お前もう俺に負けてるんだよ。俺でも今、うなほと戦った。そうなんだ。今、ビリは嫌なんだよね。行けんだほ。行った。力が入ってるから。本当に力抜いて。これはいいでしょ。さあ、うわ、おー、すごい。234。ここね、やっぱね、10ダメですけどね。まあ、参考記録ね。よかったね。じゃあ、僕、いきますか。ドライバー使っていいですか。ドライバーでいきますか。じゃあちょっと歴が長いんで、うんうん、お互いにちょっと僕、1年ちょっとなんですけど、1年ちょっとなんですけど、まあ、そこそこラウンド数も出てるんで、ハンデで今回3番ウッド使います。はい。ドライバーより30ヤードぐらい飛ばないんで。なるほどな。はい、どういうやつですか。ちょっと物を見せてもらうと。あ、僕の普段使ってるドライバーとこれ3番ウッド、これ見てください。ヘッドの大きさが半分ぐらいしかない。そうですね。本当だ。ワンサイズ小さいですね。確かに。いいでしょう。これでちょっといきます。いいでしょうって何や。いいでしょう。こっち側が見てみましょう。こっち側がまあいいでしょうみたいな。特別なやつ使ってる。特別なやつ使ってるからね。3番のワードが入ってなさすぎて全然言葉が流暢に出てこないね。ウッドって言って木って言ったらみんなに無視されるウッドで木でも俺なんか合ってんじゃないかと思って分からなすぎて。おい、ちげえだろって言って木出てきた時ね。うん、木ね。あ、これやつも富美さんが229でした。229です。伊沢さんが参考記録234ですけど、もうなかったことで。じゃあまあなんとかカンタさんだけ超えられるように頑張ります。いや、3番ウッドか。まあ頑張ろう。やる男だからな。毎日やっぱゲーム実況で球飛ばしてるからね。あー、どっちだ。危ないわ。逃げてー。風がこう来た。すげえ、やばい。ちょっと今のはでも帯じゃね、ほぼ風車の風でね。おー、行った。これ行った。風車の方行ってるな。やばい、236。え、これはエンダホの記録いくらだ。4。今のラフ。ラフ。赤いとこ飲むみたいな。確かにな。何だ。いいよ。え、嘘でしょ。いやいやいや、グラデーションのとこ行ってんじゃん。すげえ。フェアウェイってやつだ。238優勝。あきさん優勝。おい、すごいな。まあそうですよね。まあね、そうじゃない振りを作ったけど、そうだよ結局。こうなれるように頑張ろう。いや、だから俺からしたら希望だよね。そうだね。だってうなほとかよりも飛んでるって考えたら。そうだよ。だから体格とか使わなくてもそういう風になれるよ。ちょっとドライバー打ってみていいですか。俺くらい飛ぶっていう。ああ、確かに確かに。ちょっとカンタの3番ウッドも見といた方がいいからね。メインやな。カンタの3番ウッド打つのメインにならない。でもこれさっきの238だったら相当飛ぶよ。これでね、どっかで飛ぶのか見たいよね。目を与えてほしい。ねえ、この位置だって。おー、いった。めっちゃ綺麗。音やばくない。おい、やばい、赤でしょ。これ全然飛んでないっす。232。今のだいぶミスショットなの。めちゃめちゃ真ん中じゃん。俺もあれをミスショットと読めば。ミスショットっていうミスショットを出してる。ミスショット。あれはでもね、ミスショットって言えるぐらいになりたいですね。そう。超松さんだけどね。見えないもん。いった。テンプルっていうのは何だ。ちょっとフライ気味ってことです。上げてるってことだ。そういうことか。そこからフライ上げるつもりだね。あ、いった。いった。綺麗だこれ。テンプラじゃない。テンプラじゃない。これは真ん中、お刺身。お、
まだ当たってないですけど、まあ、これくらいか。これくらいか。ということで、優勝は、ずっと秋さん。はい、秋さん、ずっと秋さんね。いろいろありました。予想通りでした。予想通りでした。はい、ということで、じゃあ、またやりたいよね。うん。で、多分もう一本、多分撮るっていうのもあるんで、次の動画もお楽しみにしてください。ということで、じゃあ、ウームゴルフチャンネルでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。